皆さんこんにちは、コツバです。今回のコツバチャンネルの題名はこちら、酒井忠次の子孫たち。子孫たちは江戸時代そして幕末をどのように生きた、これが左衛門の城家の生き様ということで、今回のコツバチャンネルは徳川家康をそばで支え徳川家の躍進に大きく貢献した酒井忠次の子孫たちを紹介したいと思います。そしてその中でも特に幕末は新政府とそれに対抗する勢力に分かれて戦うわけですが、この酒井忠次の子孫たちもこの一連の流れのど真ん中に身を投じることになるわけです。大河ドラマどうする家康でも1590年代まで進んでおりまして、ちょうど酒井忠次が隠居して京都で暮らしている頃になるかと思います。まずは簡単に酒井左衛門尉忠次について紹介して時を幕末まで進めていきたいと思います。まずは酒井忠次は1527年に生まれ、家康の父松平広忠に仕えています。家康は1543年生まれとなるので、家康とは一回り以上の年の差があるということになります。妻には松平清康の娘薄井姫を迎えておりまして、松平家徳川家とは親戚関係となります。そして家康が今川家から独立する際、そしてその直後の三河一向一揆などではそば近くで共に戦い困難を乗り越えていくことになります。家老という立場となり吉田城を攻め落とした後に徳川軍の三つの苗体制になった際には、東三河の旗頭となり東三河の国衆や松平一族を統括することになります。多くの戦いに参戦しておりまして、姉川の戦い、三方ヶ原の戦い、そして長篠の戦いでは別動隊を率いて飛ヶ山の奇襲に成功して長篠の戦いの勝利に貢献することになります。織田信長が本能寺の変で応死した後に伊賀越えにも付き従い窮地を脱しています。そして秀吉と戦うことになった小牧長久手の戦いでは、序盤の羽黒での戦いで鬼武蔵こと森長吉を打ち破るという功を挙げ、徳川軍に勢いを与えています。この小牧長久手の戦いの後に秀吉に家康は従属することになりますが、忠次の戦いは小牧長久手の戦いが最後となります。1588年に隠居してからは京都に居住しておりまして、1596年に70歳でこの世を去ることになります。主君家康が天下を手にする4年前の出来事となるわけです。直接的には関与はこのようにできなかったものの、忠次の家康への貢献度は家中随一ともいえ、この忠次の存在は非常に大きかったということになります。忠次は多くの子供たちにも恵まれておりまして、嫡男の家継以外にも東三河の国衆だった本田一族の本田彦八郎家の本田忠次に次男の安利が養子として入り、後に是々藩士となっております。三男の信行は伊那小笠原氏の小笠原信峰の養子となり本庄藩士となっています。この養子に出た子供たちからも代々血脈をつないでいくことになります。ここからは忠次の家系を進めていきたいと思います。1588年に忠次が隠居すると、忠次薄井姫の間に生まれた長男の酒井家継は後を継ぐことになります。家継は1564年生まれとなり、幼少より家康に仕えることになります。家継はなかなか大河ドラマに出ることはないかと思いますが、2017年の大河ドラマ女城主直虎で井伊直政と同じ小姓役で出ていたので、すごく見つけた時に嬉しくなったのを覚えています。1588年に家督を継ぎ、父が任せられていた吉田城主も引き継ぐことになりまして、1589年には宮内太夫に任官しています。そして1590年の小田原合戦後には徳川家の関東移封に伴い、下総の国薄井三万石を拝領することになります。この三万石については諸説あるところとなりますが、この家継よりも上位にいる家臣たちは全て隠居しておらず、父より引き継いでいるわけではなく、同じく隠居している家老の石川家成の息子で家督を継いでいる安道も二万石となっています。その後の家族のことを考えると嫌われていたわけではないかと思います。家継は関ヶ原の戦いでは徳川秀忠軍に属することになりまして、本戦に間に合うことができず、手柄を上げる機会を失うという不運な思いをしています。しかし1604年には上野高崎藩5万石へ加増違法となっています。1614年から始まる大阪の陣では目立った活躍はできず、逆に大阪夏の陣では家継が天王寺口に展開しますが、豊臣勢の猛攻に遭い押し込まれてしまいます。これにより家康本陣の守りが手薄になり、ここに豊臣軍は突撃し大混乱に陥っています。戦後これについて咎められることになりますが、その後許されたとされ、1616年には越後高田藩10万石へ加増違法されることになります。
1618年に家継は53歳でこの世を去っています。偉大なる父の存在は非常にプレッシャーであったのではないかと推測できますし、まだこの時にはこの酒井家は庄内には至っておりません。家継の後を継ぐことになるのは家継長男の酒井宮内太夫忠勝となります。忠勝は歌の神家にも酒井讃岐の神忠勝がおりまして、同時代を生きています。この宮内太夫忠勝の代になるとすぐに1618年に信濃松代藩10万石へ加増違法となっています。そして転機が訪れるのは1622年のこととなります。出羽の国山形藩の最上家では数年にわたり家臣たちが争いを続けておりまして、1622年に山形藩57万石を召し上げられることになり、近江の国1万石へ大減俸となっています。この旧最上領は非常に大きな領地となり分割されることになります。山形藩には鳥居元忠の後を継いでいる鳥居左京之助忠政が22万石で入り、新庄藩には戸沢政盛が6万石で入りまして、上山藩には野見松平家の松平丹波の神重忠が4万石で入っています。そして庄内の地には酒井宮内太夫忠勝が13万8千石で入ることとなります。この旧最上領は米沢藩上杉家、仙台藩伊達家と隣接しておりまして、ここに譜代の家臣たちを中心に入封することにより抑えとしての役割を担うことになります。さらにはこの4家には共通点があります。鳥居家を中心に一つの家系図でまとめることができる鳥居ファミリーということになるわけです。鳥居忠政を起点としますと、鳥居忠政の妹は戸沢政盛に嫁いでいるので、ここは義理の兄弟となります。松平重忠は鳥居忠政のいとことなる存在です。そしてこの酒井宮内太夫忠勝の妻は鳥居忠政の娘となります。こうしてこの鳥居一門でこのエリアを治めていくことになります。これによりここに庄内藩酒井家は始まることとなりまして、宮内太夫忠勝は初代庄内藩主となっています。忠勝はこの庄内に入る前に家臣たちを現地に使わし念入りに調査したと言われています。居城としては酒田にある亀ヶ崎城と南にある鶴岡城の2つの選択肢がありましたが、鶴岡城を本拠として決め城下町の整備に取り掛かっています。この忠勝の代には厳しい年貢の徴収に端を発し、高橋太郎左衛門一件、そして酒井忠重の専横による酒井長門守一件があり、回帰されてもおかしくないような事件も連発しています。この忠勝は1647年に亡くなり、あとは長男の酒井忠政が庄内藩二代藩主を継いでいます。忠政の妻は知恵伊豆と称された松平信綱の娘を迎えておりまして、この時点では左衛門の城家が老中などにつくことはありませんでしたが、幕閣の重鎮とは婚姻関係でつながっているということになります。忠政の子供の忠義が庄内藩三代藩主となりますが、この忠義も松平信綱の息子で照綱がおりまして、その娘を正室として迎えています。いわゆる知恵伊豆松平信綱の孫同士の婚姻となるわけです。そしてその二人の間に生まれた忠真が庄内藩四代藩主となっています。忠真の正室は光姫を細川家から迎えておりまして、この光姫の血脈が非常に興味深いところとなります。細川家の光姫は父は熊本藩主細川綱俊、母は徳川頼房の娘となります。この綱俊の父は細川光直、その父細川忠俊、その母細川ガラシャ、その父明智光秀、そして光直の祖母は徳姫ということで、その流れは松平信康五徳夫妻、そして信長家康と続きます。そして先ほどの光姫の母は徳川頼房の娘ということで、こちらも徳川家康にたどり着くことになります。この光姫と庄内藩四代藩主忠真の間には創生してしまいますが忠時が生まれています。この人物は左衛門の城家の血脈を継ぐので、たどると忠次とともに松平清康にもたどり着き、今名前を並べただけでも松平清康、徳川家康、松平信康、織田信長、徳川頼房、細川忠興、そして明智光秀につながるという縁を持つ人物となります。創生により家を継ぐことにはなりませんでした。最終的にはこの忠真は後継ぎには恵まれず、庄内藩の師範である松山藩より一族の忠頼を養子として迎えることになります。忠頼は庄内藩五代藩主に就任し、1749年には老中に就任することになります。左衛門の城家初の老中です。
その後はこの家系は続いていき、忠頼の後は子供の忠篤が庄内藩六代藩主に就任しています。そしてその子供の忠則が七代藩主に就任、財政難だった藩政を本間、三岡を中心に財政改革を行い、一時期はプラスになりますが、後にまた悪化してしまっています。この忠則の代に藩校地道館を開設しています。そしてこの8代忠方の代に三方領地替えのあの事件が発生します。突如庄内から長岡へ転封を命じられることになりました。それにより長岡の牧野家は川越に転封を命じられ、川越の松平家かっこ越前松平家一門が庄内に転封となります。この転封は財政難に苦慮していた川越藩松平家の希望とされ、将軍家から養子を迎えており、この結びつきによりこの希望が通り命令が下ることになります。しかし庄内藩にとってはたまったものではありませんでしたが、受け入れる姿勢を見せており、回避不可能かと思われていました。しかしそれ以上に領民たちがこの決定に愕然とし、なんとか酒井家を庄内藩に留まらせようと、庄内藩の領民たちは幕府に直訴することになります。一般的に直訴とは領民たちへの取り立てがきつすぎて藩の非を訴えるものなんですが、今回のは出ていかないでくれという前代未聞の出来事だったと言われています。しかしこれが功を奏し、最終的には転封命令は撤回されることになります。その後は旧代藩主忠明、10代目は忠明の弟忠友が藩主に就任しています。その忠友が亡くなると、11代目は忠明の子供忠純が庄内藩11代藩主に就任することになります。この忠純こそ激動の幕末のタイミングで藩主となる人物です。1866年には庄内藩論は砂漠派で統一される状況となっています。江戸幕府は第二次長州征伐に事実上の敗北を喫することになり、幕府の権威は地に落ちることになります。そして1867年に徳川慶喜は自ら政権を返上し、大政奉還を実現させることになります。しかしその後も薩摩藩による江戸での旧幕府に対しての挑発は行われ続けておりまして、この江戸の警備は庄内藩に命じられていました。この度重なる江戸市中をかき回す薩摩藩の行為は、逮捕者などから薩摩藩が関与していることが明らかとなります。このまま江戸で薩摩藩の好き勝手にさせていては庄内藩の警備の意味がないということで、旧幕府は庄内藩を中心とする兵で三田の薩摩藩邸を取り囲むことを決定しています。そして下手人の引き渡しを求めますが、薩摩藩邸側はこれを拒否し、戦闘が開始され薩摩藩邸は焼き打ちされることになります。これはすぐ西へ伝わり、鳥羽伏見の戦いへ舵を切っていくことになります。当初庄内藩は新政府にとっては朝敵とはなっておらず、庄内藩にも徳川慶喜追討令が下ることになります。しかし酒井忠次以降、恩ある徳川家に弓引けるわけはなく、使者を新政府軍に使わしますが認められず、開戦に進んでいくことになります。そしてその後に政党の対象となってしまいます。三田薩摩藩邸の焼き討ちということはありますが、これはあくまでも挑発行為に位置づけられておりまして、報復されることで成り立つということにもなります。そして薩摩藩であって新政府軍の狼藉ということにはなりませんので、この朝敵となった真の理由については今も諸説あるところとなります。庄内藩は豪商の本間家より多額の援助を受け、独自のルートから最新重兵器を配備することになります。そしてこの庄内藩兵は町民農民も多く含まれておりますが、この最新重兵器の使用も問題なく取り扱っておりまして、練度の高さを表しています。これは庄内藩にとって大きな力となります。弾薬も十分に補充され、武器は最新、これは旧式の銃を扱う軍と戦う時に大きな差となって現れています。清川口の戦いでは薩長軍そして新庄藩が攻めることになりますが、これを押し返し新政府軍を退却させています。また三番大隊を率いる酒井兵部を中心に天道城を攻め、城下を焼き討ちにしています。さらには当初同盟軍に組みしていた新庄藩が離反すると、これに対して兵を進め新庄藩と相対することになります。そして新政府軍から鬼現場と恐れられることになる二番大隊を率いる酒井範経を中心に新庄城に猛攻を加え攻め落としています。そして北の秋田藩領に侵攻を開始し、湯沢城を攻略しています。この酒井玄馬率いる2番大隊は連戦連勝を重ね、そして秋田藩市場の横手城も攻略することになります。しかし新政府軍の佐賀藩などの本格的な増援により北の戦線が押し戻され、かつ上山藩も降伏したことにより、庄内藩領の事業の防備に方針を転換することになります。
秋田藩の久保田城へ寸前のところまで迫っていただけに、これは悔しい結果となります。しかし自領防衛以上に大切なことはないため、致し方ないところはあります。そしてその後、会津藩、盛岡藩が相次いで降伏し、庄内藩も降伏することになります。結果的に庄内藩はこの戦闘中に新政府軍に領内を侵略されることはなく、まさに最強な戦いを演じた勇藩となります。この後に酒井家は加盟存続が許されることになり、忠澄の弟忠通が藩主となり、転封となります。転封させられることにはなりますが、最終的には庄内藩の処分はそこまで重いものとはならず、1870年には庄内に復帰を果たすことになります。これには西郷隆盛の意向が大きく関係していると言われています。隆盛はその藩民一体の庄内藩の勇ましい戦いぶりに感服したのかもしれません。ということで、この庄内藩酒井家、酒井左衛門尉家は、酒井忠次は家康の側近として活躍し、家康を盛り立てて、子孫たちは拝領した庄内の地を領民たちと共に守り抜き、最終的には戦乱に身を投じることになりますが、幕末の攻防戦では藩兵の半分近くは町民や農民とも言われておりまして、この結びつきの強さを感じることができます。どこか会津藩がフォーカスされやすいところはあるかもしれませんが、この庄内藩の歴史は非常に興味深いものがあります。いつか庄内藩のモデルの大河ドラマが見てみたいと思いました。忠次から幕末に至るまで守るということの意味を個人的に感じることができました。また家康に仕えた人物の江戸時代、そして幕末を紹介できたらと思います。この度は骨場チャンネル、最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。